衛星自動追尾アンテナとして利用されている軸モード、ヘリカルアンテナ。ヘリカルアンテナは、無線通信用アンテナの一種である。短波から極超短波の周波数において用いられる。エンドファイア型、サイドファイア型、ノーマルモード型がある。エンドファイア型は、アースとして、胴体円盤を用いた1、4波長ブラウンアンテナの垂直エレメントを、 螺旋型の一波長のエレメントに置き換えた構造である。螺旋の軸方向に強い放射を持つ。螺旋の巻き数は3回以上、ピッチ角は12から15度とする。放射される電波は円変波である。ブラウンアンテナよりも高い利得が得られ、扱える、周波数帯域が広い。胴体板の上に複数の螺旋型エレメントを設けたものもある。 サイドファイア型は垂直に設置した胴体円管の中央に表面を絶縁被覆した長さが2波長または3波長の導線を接続し上下対象に螺旋型に巻き付けさらに導線の上端とした場を胴体円管に接続した構造である上下の螺旋は逆方向に巻かれているので垂直変波成分は打ち消し合い水平変波成分だけが残る 水平面内は無指向性である。ブラウンアンテナよりも高い利得が得られ、扱える、周波数帯域が広い。ノーマルモード型は、単に、モノポールアンテナのエレメントを、螺旋状に巻いて小型化したものである。モノポールアンテナと同様の変化、指向性となる。ハンディ型トランシーバーや、携帯電話のアンテナに使われている。短い全長の割に、 利得低下は少なく、表面をラバーなどで覆って柔軟性を持たせることができるため、使用に便利である。アナログ放送時代の平面型 BS アンテナには、ヘリカルアンテナを多数スタックした構造がしばしば、用いられた。なお、このようなアンテナは、デジタル放送では、性能が不足するなどの理由で現在は、製造されていない。ありがとうございます。